2018年7月クールドラマ総括その2、はい、続いてはフジテレビ系列グッドドクター。まあどうかなと思うお医者さんでしたけれども、うん、ええんじゃないかなって僕は思いますし、うん、で僕の周りにもああいう人らもおるんだ、ああいう人らっていうのも変な話ですけど、うんうん、ちょっと不思議な人いっぱいおる世界でおるじゃないですか、うんうんうん、それぞれの特徴があって、うん、みんなそれぞれにいろんな考え方もあってやから、うんね、え同じ考え方とか同じ特徴ばっかりの先生よりかああいう人ら持ったらええんちゃうかなっていうのは感じましたけれども、うん、患者の親とか考えるとどうなのかなっていうのもありますし、まあだからね、うん、あの画像診断部というかね、はい、そういうことも言われてたけど、うん、自閉症スペクトラム障害でサバン症候群のドクター、はい、だからこその特徴を本当に活かせるそういう部署で頑張ってもらうっていうのは、うん、これまあありきかなっていう気はするけどね。うん、でまあ、新藤湊を演じた山崎賢と、はい、まあ新境地というか、うん、まあ今まで大根なんていう言われ方もしてたんだけど、うん、今回の演技に関しては、うん、まあ大絶賛というか。はい、うん、で、2012年の TBS 日曜劇場で中居正広が演じたアタル、はい、あの時の演技と似通ってるっていう気もしたんだけど、はい、でもそれはそれでね、うん、しっかりと演じきってるということなんだから、はい、うん、まあ山崎賢人も、はい、ね、うん、本当にいろいろと使える役者になってきてるというのはね、うん、はい、で視聴率が平均 11.2、はい、うん、最高が第7話の 13.0、 最低がその次の第8話 9.4 と、ちょっとこれは意外な下がり方だったんだけど、はい、最終回 12.4 と、うん、また復活、はい、でこの木曜劇場枠で全話平均視聴率2桁っていうのは、うんうん、2014年のディアシスター以来4年ぶり、はい、すごいですね、うん、続編もほぼ決定なんじゃないかとも、うん、まあフジテレビの事情からいくとね、はい、あの医療が、はい、なんといっても医療ドラマとしては、うん、シリーズものとして確固たる実績も上げてるんだけど、うん、でも主演の坂口健二がね、はい、今あの突発性大腿骨壊死症っていう難病治療のために、はい、うん、芸能活動無期限休止中ということなんで、うんうん、まあ続編ができない状態、そういう意味ではフジテレビの医療ドラマにとってはまさに救世主っていう感じになるやもしれんと、はい、で続いてフジテレビ健康で文化的な最低限度の生活、略して健活、はい、うん、ねえうん、僕の周りにね受給者いっぱいおるんでねその人から生の声も聞いてるんで、そうそうそうという部分もあれば、うん、そこまではっていうのもあるし、ねえ、これはどうなんでしょうね。まあね、はい、原作もしっかりしてるし、はい、そのドラマ監修においても、ね、うん、スタッフとか、それから演者の方も真摯に向き合って、うん、はい、ということでリアリティは抜群、はい、そんなだけにね、例えばエピソードが2話にまたがったりなんかすると、うん、重苦しさまで持ち越されてしまう、うん、だから見終わった後のスッキリ感が乏しいっていうことで離脱していった、はい、そんな視聴者も多かった、うんうん、だから視聴率が平均 5.8、はい、最高が初回の 7.6、うん、最低は第5話の 4.8 と、うん、いうことで、まあ惨憺たるものだったんだけど、中身的にはしゃあないかな。なかなかね、周りにね、うん、生活保護受給者がおる人って少ないかも分からへんので、うん、僕の周りにもいっぱいおるんですけどそうなってくるとなかなか興味のあるものじゃないのかも分からないし、で僕らみたいに逆にね、おる人間から言うと役所の人間そこまで考えてくれへんでっていう部分もあるしね、うん、そういう意味では市役所の生活課の人たちにこそ、はい、見てもらいたいっていうドラマだったのかもしれないけど、その人らはその人らの中でそんなとこまででけへんでけへんって言うてるかも分からへんし ね、 うん、まあ担当してる人間があんなに多かったらね、うん、でまあそんな中で、うん、カンテレが制作ということで、はい、うん、お膝元の関西地区では、はい、視聴率も最終回 10.2% をマーク、うんうん、でこれは大阪府大阪市の人口1000人あたりの生活保護受給者が全国の中でかなり高い方だっていう事実と関係あるのかもしれないっていう分析もあるようで、はい、でそれから中身的にもね、うん、はい、市民団体の反貧困ネットワークが選考している貧困ジャーナリズム大賞っていうのがあるんだけど、はい、それで
大賞に次ぐ特別賞に選ばれるなんかしてね、うん、まあ実際の支援者からは好評だったと、はい、こういうドラマでね、生活保護の実態っていうことをより多くの人に関心を持ってもらいたい、そうすればいろんな意味でいい方向に向かっていく可能性がやっぱりできるっていうことなんだろうけどね。そうなればいいんですけれども ね、うん、で、フジテレビ、はい、もう一本は絶対レイド未然犯罪潜入捜査、はい、うん、ねえ、なんか難しい話というか、うん、まあそのね、犯罪を未然に抑えようということなんですよね、うん、それが分かるんであればね、うん、分かってるんであればね、うん、あそこまで行く前にどっかで止めれたんじゃないかと思いながら見てたんですけれども、うんうん、それまでに何もない状態で止めてしまうとドラマにはならないですし、うん、難しいとこ難しいですね。でもあのドラマの中では、はい、ミハンシステムって言ってた、はい、あれがね、アメリカのシカゴ市警ではね、うん、実際に犯罪予測システムが導入済みで、うん、結構な成果も上げてると、うん、はい、でそんなん NHK のドキュメントでやってたんだけど、うん、でもそうやってね、ある意味で名指しされた方はたまらない。そうですよね、うん、そこら辺で生きていかれんすね。そう、うんうん、もうねシカゴを出ようと思ってるみたいなことも言ってて、で本人が当然もうすぐ犯罪を犯すようなんて言うわけないし、それはでもどこまでの確率でっていうのがありますよね、うん、で本人はもうほんまにやる気なくって残ってたか分からへんけど、うん、それでこう言われたことによって、うん、それこそ仕事もできへんし、うん、何もできへんようになるわけですから、うん、また悪いことしやな、しゃあないやんってなる可能性もあるでしょうし、ね、うん、だからそうやって犯罪予測システムにピックアップされてることをその当事者に言ってしまう、もしくは周りの人間が知ってしまうとそうなると、うん、はい、ただ周りの人間が知らないとそれこそ未然に犯罪を防ぐということにはつながらないのかもしれないし、そのあたり難しいとこなんだけど、うん、はい、まあ、シカゴの実績ではね、はい、発砲事件は 15% から 29%、はい、うん、殺人事件は 9% から 18% 減少したっていうことなんで、うん、まあ効果あり、うん、ねえ、でもそれだけじゃなくね、それによって人生潰される人が何人かおるかと思うとね、うん、そこの数字だけじゃない部分もあるのかもしれないですけれども、ね、うん、で、まあ絶対レード視聴率の方はね、はい、平均 10.6、うん、最高が第4話の 11.7、うん、最低が第2話の 9.6 ということで、はい、あのコードブルーザサードシーズン以来1年ぶりに月9で全話平均2桁をマーク、うん、あ、みんなのアクションとかもかっこよかったですね。そう、うん、ね、本田翼ちゃんとかね、はい、あの関ジャニ∞の横山優も、うん、あそこまでできるとはね、ね、うん、あ、で、まあ、そういうこともあって、はい、数字がまあまあ良かったという判断があれば、今までのシリーズで主役を張ってきた上戸彩も、はい、今回は特別出演っていう出方で、うん、もし悪かっても、うん、私にそんなに傷がつかないようにっていうことで特別出演だったとは思うんだけど、はい、これで、まあ、大手を振ってね、うん、上戸彩と沢村一樹とダブル主演で、うん、もう続編、もういつでもどうぞって感じかもしれない。うん、早くしてほしいですね。ということで、うん、この続きは今度にしたいと思いますね。はい。はい。